はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。あなたと私で超融合ユベルです。さあ本日なんですが、いよいよね診断が実装されまして、ユベルデッキ、作ってきたんでご紹介していこうと思います。ユベルデッキはファントムオブユベルっていうなんか結構強い融合モンスターも実装されておりまして、これ実装されないっていう説もあったんですけど、実装されておりまして、結構パワーはまあ高いのかなと。まあ環境にね、影響をまあ与えるかと言われると、まあちょっとまだ何もわからない状態ではあるんですけど、まあそのデッキのパワーとしては非常に高くて、まあ OCG の方ではねデモンスミスと組み合わさってなんか環境にね食い込んでると思うんですけども、まあちょっとデモンスミスっていうギミックはないんですが、まあサデルでもまあほぼユベルギミックが全部来てるんで、まあ、めちゃくちゃまあ強いデッキにはなってますね、非常にね。はい、でユベルデッキの組み方なんですけど、超融合を入れるか入れないかで、まあ、結構変わってくるところがあって、今回は僕は超融合なしで、組んでおります。これなんでかっていう話をすると、超融合を入れることによって起きるメリットっていうのは、ユベルってね超融合をサーチするギミックもあるんですね。でしかもユベルモンスタープラス効果モンスターで出すことができるユベルダスエイビヒリーベベヒターっていうモンスターがいて、これめっちゃ強いんで、超融合を入れるギミックのメリットとしてはこれなんですけど、展開に寄せることもできるんですよね。超融合って結局エクストラ的の枠めっちゃ食うんですよ。例えばこのガルーラであるとか、こういうの入れないといけなくて、ガルーラとかドラゴンとか、あとエビヒリベベヒター、今回はね普通にシンプルに先行展開はめちゃめちゃ強くしたいなというのがあって、破壊ギミックをちょっと多めに入れてましてね、破壊総局とこの、シャバラーシュアーマ、そしてヤマですね、この辺のギミックをちょっと強めに採用した展開型のユベルデッキを組んできました。一応ちょっと展開ルートはですね概要欄にも貼っておきますし、まあ、一応今回の動画見ていただければわかるかなと思うんですが、一応最終盤面は破壊神ラギア、これで、まあ、相手のモンスター吸ってと、リンク召喚できるんで、これでリトルナイト出していくっていう妨害なんですけど、ラギアと、あとファントムオブユベルですね。これモンスター効果を、相手のモンスター効果を書き換えるというね、効果ありまして、これ、ファントムオブユベルと、あと、このサクリファイスデモンロータス。これも一応モンスター効果を、書き換えるという、ユベルモンスター破壊するという効果に書き換えるという、ロータス。と、あと、ここを採用しててランク6ができるんで、今回はこの、エボルカイザーラーズを採用してます。まあ、ここを、なんか DDD の、怒涛大王シーザー、エグゼクティブシーザーとかにしてもいいですし、なんかベアトリーチとかね、なんか意外と、展開伸びたりするパターンもあるかもしれないんで、まあその辺でもいいんですけど、まあ一応ランク6のギミックとして、今回はラーズを採用していると。で、ユベルデッキの、まあ、課題というかは、やっぱ展開力、貫通力か、がそこまでやっぱなくて、相手の、まあ妨害を踏んじゃった後にどうやって展開していくかっていうところなんですけど、こいつの融合召喚条件が手札フィールド墓地の上下のカードをデッキエクサイキ戻した特殊ができるって効果で、いきなり手札からカード戻して融合召喚できるんですよね。だからそうすると相手うららとか、まあ、増殖する G を打つタイミングも意外と逃したりするんで、相手だからこのファントムイベルをいきなり融合召喚してから展開することによってその辺はケアしていきたいなというふうに思ってます。で5手だった場合はこのねナイトメアペインっていうカードのこの戦闘ダメージを相手に肩代わりさせるっていうね、この3番の効果、これを使ってなんとかユベルをいっぱいたくさん並べて特攻していくっていう、なんか打点高いモンスターにユベルでめっちゃ殴ってまあキル取っていくっていう感じですね。ちょっと他にもね結構ねユベル関係のカードっていっぱいその採用したいカードがあったんですけども、この辺とかちょっとこの辺を使うのはちょっとまた別の動画にしようかなと思ってて、まあ、今回はまあよりガチで戦えるデッキを組んできたつもりなんで、最後までよかったらご覧ください。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このフィールド魔法を買ってみたんだけど、どうなんか、来た通りのやつ。ちょっとなんか、どういうギミックがあるのかあんままだ触ってないんだけど、とりあえず一回ファントムオブユベルから融合召喚して、ドヤ顔で、うららと増字ケアするわ。これ、QDD 君のびっくりするよね。マジで。ユベルでいいか。ここと2枚いきなり戻しまして、で急にユベル爆弾。はい、こんにちは。こんにちはーすって言って、ベーン出てくる。はい。ウィーウィーで、ナイトメアスローン発動 で、ナイトメアスローンの効果起動します。まあサクリファイスデモンロータス持ってきますと。はい、相手なんだろうね、これ増字かな。まあ無限放流とかだとちょっと効くんですけどね、普通にさっきサクリファイスデモンロータス、あ、まあ、今回あれか、
なんか怪我人いるから、怪我人持ってるから一応ここに無限砲とか打ってもらったら一応ケアできるけど、スピリットオブベルでなんかサーチしたいっす。おお出ました、これ全持ち芸人の実力見せとか、これ来た全持ち芸人、ヘルグレイブスクワマ怪我人の効果発動、怪我人の効果で、まあ、これあのなんか炎王獣キリみたいな感じですね、特殊召喚しフィールドのカード破壊できるみたいな、これで、まあ、どこでもいいや、これ特殊召喚してでユベル爆破できますよと、ユベル爆破するとなんかナイトメアペイン持ってこれてセッティングしていく、でさらに破壊されたこれナイトメアスローン、一応ウサギケアでナイトメアスローンから行くみたいな話もあるね、これね、こっちから行ってでスピリットオブイベルの効果発動する、でこうさ、ちなみにもうニビルはケアできてるんでね、ファントボームイベルで、はい、でイベルを特殊召喚して、でナイトメアスローンの効果によってプラマイ1のレベルのやつ持ってきて、でそのまま特殊召喚条件無視して出せると、はい、なんかよくわかんないけどイベル出すアブシリキリッターが特殊召喚で、一旦のは山ちゃん出しに行きます。出すとヘルクレイブスクワーマーで一旦山ちゃん出す、これが破壊ギミックのあの動きですね。で破壊神の山、効果発動して、シャバラを持ってくる、これがねなんかね一応多分デモンスミスがない場合のランクロクロの救い方になると思うんだけど、ヤマとユベルで、リンクしてクロシープ出して、で、ヘルクレイブ怪我人の方ですね、怪我人の効果は、ユベルモンス特殊召喚できるんで、まあ、スピリット出しましてリンク先に、でそうするとクロシープ効果によって自分の墓地からレベル4以下特殊召喚できるんで、これでクロあーとサクリバスデモンロータスを、特殊召喚しておくと、でこれでまあモンス効果2回無効になりました今現状。ほんでシャバラ効果、フィールド上の、スピリットオブイベル、あこれちなみに破壊されるとユベル出してくるっていう効果なんですけど、スピリットオブイベルってこれ名称指定の単位値ないんですね、はい、ちょっと山の効果後でつけます。でちょっと待って、これでデッキからユベル出してきて、ほいで一旦なんだっけこれ、魔界劇団スーパープロデューサー誰誰を出して、でこれ誰の効果で、シャバラの効果発動して、破壊マジックトラップカードセット、はい、で誰の効果によりユベルを爆破します。でユベル爆破された場合の効果と、山の効果が発動、はい、で山ちゃんの効果で、自分の墓地の悪魔族特殊召喚できるんで、まあ、これでシャバラを特殊召喚しながらフィールドのマジックカードを爆破できるんですね。これなんでさっきセットした何でしたっけこれ、破壊ひととき5破壊、ここでユベル効果、ダスアブシェリヒレター特殊、でさらに、破壊ひととき効果、シュアーマ特集と、まあ、ここまでが一連の動きですかね、一応こうするとこんだけ並ぶっていう感じ、ね、でここでランク6できるし、一旦これは、スパプロとシュアーマを、リンクサインにしてラギア出しながら、これ相手のターンでリトナイトするやつですね、でシュアーマ効果で、ユベルダスアブシリヒルタ爆破して特殊化して、でこれレベル6に対並ぶんで、ここでラーズ、まあ、ここねあのシーザーとか入れてもいいですね、あのドド DDD ドドーバイオシーザーみたいなモンスター入れたりとかするとそこも選択肢になりますね。一応ナイトメアペイン発動して、これナイトメアペインでこれ何サーチできるの、これどうせタラで帰ってくるから一応あれするか、出しといて破壊してサーチ入れるか、これ何があれできるんだよこれ。ファントムオブベル爆破、ああなるほど、まあ、スピリットオブベル持ってきたら一応あれか、ワンチャン盤面返されてバトルフェイズって言われた時に防御庫になってくれるか、まあ、これでいいんじゃない。こうすると一応ですね、ファントムオブベルの妨害とラーズの妨害 と、デモンロータスの妨害とラギアの妨害あるんで、まあ今4妨害ぐらいは、まあ、リトライトあるんで5妨害ぐらいに構えてもいい、あの数えてもいいかもしれないですけど、はい、であのファントムオブベルに墓穴っていうのがまあ結構やばいんで、まあ、これをラーズで止めていきたいですね、まあ、できればあと拮抗勝負とか魔法トラップの無効ないんですよ基本的に、ユベルって普通に回しちゃうと、だから今回は魔法トラップの無効を構えられるようにラーズを立ててます。妨害数はだからかなり多いと思うんですけども、まあそれは無効にするか。ファントムオブユベルね、ここからね持ってこられるカード、財宝系のマジックトラップカードが、まあ、どうせ無効にしなきゃいけないカードなんでまあどっちにしてもね、これは無効にせざるを得ないといったところですね。
まあ、手数的にはちなみにあれですよ、エンスレッドガルがよっぽど手数出ますけどね。妨害力的には結構このデッキ強いですけどね。これこんだけ向こうね立てられるんで強いんですけど、まあ、普通にねその手数的な話をするんだったら、まあ、ちょっとリンク召喚やめてください。リンク召喚をするのはやめていただきたいと思います。これあれか、これアニマで座れんな、冷静に考えたら。これラギア、うざ、やばい、あーうざ、打つか。じゃあどうせ座れる時効果使わないといけないしな。置かれる、いや表側カードなんかない方がいいだろ、財宝デッキやったら。どうせ座れるんでラギア使いましょう。でモンスター効果1回向かうとラギア、ラーズか、ラーズの効果残ってるんで、まあなんとかあんじゃねえかな、さすがに G 取ってるし。で、はい、そういえば OCG は増殖する G みたいなカード増えましたね。だからマルチャミーみたいなモンスター増えました。なんか増殖する G みたいな効果持ってるやつが、なんかエクストラデッキのデッキから特殊召喚するためにワンドローみたいな効果持ってるやつ出てきてさ、なんかワロスみたいな名前のやつ、あれマジ強くね、やばいじゃん。ゾウジーとさマルチャミーでさ6枚耐性ってこと、やりすぎじゃない。あ、ディアベルスター、これディアベルスター貴重。なるほどね、まあ、止めざるを得ないですね。ディアベルスターなんてもう6ラコがないんだから止めるしかない。サクリファイスデモンロータスの効果、お前のモンスター効果を書き換えさせてもらうよ。これは愛なんだよ。これは愛なんだよって言いながらさモンスター効果書き換えても迷惑すぎん。これは愛なんだよ10代、これは僕の愛なんだよ。あなた、君のモンスター効果はろくな効果じゃないから、僕のユベルを破壊するっていう効果に書き換えさせてあげてんだよ。わかる ?10 代。こっちの方がやっぱ愛を感じるでしょ。戻していくと。ちなみに相手のモンスターは、ユベルしか殴れないんで、ナイトメアペインがあるから。なんで、あれ自爆特攻するしかないです。打点なんか攻撃の表示の場合は。はい。まあ一応、ファンスピリットオブユベル、出しまして、はい。どっちか殴ってください。好きな方。で、スピリットオブユベル効果そう。で、カード1枚サーチしていく。はい、好きな方に殴ってください。どうしますか ?2500 ダメージがアマゾネスの剣士だから今。戦闘ダメージはお前が受けろ。うぜうぜ、これも愛なんだよ、でも、10代。わかる?これも愛なの、僕の。これも愛なんだよ。全部愛なんだよ。すべては。これも愛、多分愛、ならなら。きっと愛、はい、ちょ一旦墓地超えてるんでナイトメア、じゃファントムオブユベルから、入りまして、モンスター効果無効を1回構えます。一応念のためね、はい、2500だってあるからこれ全員殴ったら勝ちじゃね。これ全員で殴ったらもはや勝ちなんだが、もうなんかもういいや、もう何もねえしたどうせ相手、おいーおいー、対戦ありました。勝ち方バカうざいやん、このデッキ。ブロックされるぞ。うわ、なんもない。何もない。いや、これは逆に言うと、ユベルのさ、あれじゃない、後手の能力みたいなのが、まあ、押し量れるというか、いう話ありますよね。はい。あ、イムセでいいか、いいだろう。ティアラメンツってことは、ジアンデッド・ヴァンパイアってことか。あ、そうだな、なるほどな。これ、あれってこと?いきなり墓地壊してくれるから、これ、俺、いきなりファントム・オブ・ユベル融合召喚から入れる可能性があるってこと?熱いやん。あ、一応、攻守00の悪魔落ちたね。はい?あ、落ち弱。相手の落ち弱ない。あー、なるほど。あー、ドライバーぐらいいいよ。何これ?うわ、レイノハート持ってるやつやん、これ。まあ、ふざけんな、マジで。ちょ、それは犯罪やて。それ犯罪ないよ、その動きは。まあじゃあ、落ち弱かったから、まあギリ許すか。うわ、落ち強い、今度は。勘弁してくれ。ふざけんな。まあ、いつも通りのキトカロス、クシャトリラムーブですね。あ、ワンマ強くないぞ、これ。レイノハートで、コスト、キル、サリークキル、特殊召喚、サリーク効果、で、試合行き。いや、あんま強くないぞ、これ。あんま強いないぞ。サリーク捨てないといけなくなるよな、これ。レイドハート特殊化するんだったら。お、なんかわかんないけど、いけるぞ、これ。なんか相手の墓地肥やし能力、マジで、ゴミやぞ。これワンチャンあるかもしんねえ。白雪、はい。で、リンクですか。マスカレーなんか出てくるのかな。で、サリーク、伏せサリークでしょ。
だからさ、これ実質さ、妨害がさ、白雪プラスマスカレーナ、リトルナイトプラスサリークとでしょ。まあ、でも言うてこのオチ弱いさで三妨害のキモキよね、このリッキー。おっせえなバカが、バカがよ、おっせえだバカ。ちょ、まあ一旦でもこれあれだな、ファントムから入れるか。ちょっと墓地壊してくれたから、一応ちょっとスピリットモビル返して、でファントムするわ。でこれで一応モンスター効果無効を立てたい、できればちょっとマスカレーナの効果とか無効にしたい、できればこれリリースして発動するんだっけ、これこいつ、ティアラメントスクリーム、はい、ああそうか、それあんのか、オッケーで、ティアラメントスクリーム効果弱いな相手一緒弱いぞ、オチが来てるぞ、これ来てる、これは可能性を感じるぞ言うて待ってよ、これデッキからカードを手札に加えるわ、ちょっと待って、いやこれサリー食ってもらうしかないか、サリー食ってもらってティアラメンツクシャトリーダで肥やされてみたいなところまで行くしかないのか、こうして、あでもこれあれさ、あれだ、ロータスであれだかもしれない、回避できるかもしれないね、あーそこは打たない、ロータスで、ロータスっていうか間違えた、怪我人で回避できるかもしれない、これ怪我人のすびきは結構強い普通に、でスピリットオブイベル特殊召喚で効果発動、さあ止めるかい、止めないかい、相手全然止めてくんねえな、畜生。サリークをいつ使ってくれんだ、カードを1枚セットするぞ。で、ナイトミアペイン発動。戦闘ダメージをお前に与えたい。なるほど、全然使ってくんない。で、ナイトミアペインの効果。さあ、ナイトミアペインの効果を発動。そして、スプリットオブビューロ爆破し。これ何持ってくればいいんだ、これガイストーチゴーレムとか持ってくる、これ何を持ってきてもあんまりいないよねこれね、今で一旦ガイストーチゴーレムからのスピリットオブベル効果、そしてナイトメアスローンの効果を発動、ナイトメアスローンの効果によって破壊されたモンスターのレベルプラマイ1のモンスターを特殊召喚できるよっていう効果、召喚条件無視ってね、持ってきて出す、うおっ、いっきょらほら、そしてスピリットオブイベルの効果、イベルを特殊召喚、キュイー、これマジで相手がバカで何も起きなかったら勝つ、これこのまま殴ればあそうですよね、すいません、すいませんでした、いやこれすいませんでしたなんだけど、ちょっと待って、何を裏にするします、何を裏にするかにもよるんだよなマジで、白雪、はいはいはい、でなんかよくわかんないカードいっぱい除外する、まあ、ちょっと1回増時打つ、これマジ遅かったけど鬼ほど遅い増時を打ち、でそこでは打たないマスカレーナを、で出てくる裏守備になる、いや裏守備を誰にするかだよな相手、これ結構白雪、はい、あーそれか、いやするマスカレか、なるほど、ここでねリトルナイト出てくる、除外される、いやうぜえマジでマジでうざい、あいやーこれレロ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 だこれ、うえでちょっとヘルグレイブスクワーマーの効果発動してなんか変身したいです、なんか爆破して除外されたくないです、あ除外されました、すいませんでしたイベル出すアブシェリキリッターは除外されるっていう寸法ね、っていうことはでもこれ逆に言うと妨害が、あとは墓地の白雪と墓地白雪、いやちょっと待ってマジでこれカード破壊しない、これサリークはどうでもいいか、サリークどうでもいいけど結局参戦の際って言ってパクるって言ったら どうせサリークって言われるだけだからじゃあんま意味なくて、じゃあドローか、パクるって言ってパクるっていう、いやでも意味ねえな、これパクるって言ったら意味ないから、ちょっと待って、これこうするで2枚ドローっていう、でなんかこれでなんか何すればいいのこれ、なんか強いユベルを出せるような、ユベルモンスター引いたらガイストーチゴーレムできるか、うわーでも裏はまあ弱くない、サリークでティアラメンズクシャトリラ落とした時の効果に裏打てるんで、まあ、それは悪くない、ちょっと待って、ナイトメアペイン一応除去されるないよな、これちょっと一応2枚貼っとくわ、2枚貼っといて、でちょっと待ってください、ファントムオブイベル出すわとりあえず無限にファントムオブイベルを出すわ、
これでどこでもいい。でこうすんだろ。でちょマジでこれちょっと待ってくれ。山出し行くか。山出し行ってはい、で山効果発動します。ちょマジでサリーク灰を使って、あーオッケー、サリーク使われる。でティアラメンツクシャトリラがどっか行く。でこれはしょうがない、はい、無効にされる。でティアラメンツクシャトリラ効果発動する、うらら打つ、あとこっちで見た、これファントムビュール発動する、イベル出す。ちょ待って、時間ない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 、マジでちょっとすいません、マジ本当に時間ない。3000残ってる。ちょっと待って、頑張ればいけるぞこれ、多分頑張ればいける、頑張ればいけるぞ。ちょっと待って、これか、うわこっちか、こうすんだろ。でこうすんだろ。3体並べればいいから、これでこうしてこうして、はい、でもう1体出して、いやいけるぞ、いける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 、まといるまといる、いけいけ、バトル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 、おら冒険が、よし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 、だれー死ねー、あーやばい、うわー、さっきの懐かなかった、間違えた、まずい、うわこれファントムイベル残しておくべきだったか、うわ最悪、待ってこれ何を裏側にすんの、待って、コスト足りてるか、絶対キルは取れてなかった気がするな。やめてくれ、やめろー、やめろー、えそっち、えあれんえそっち、いやかぶりすぎやって、これすごいな、これもうめちゃくちゃエフェクトすごいじゃん、これこんなギミックあるんだこのフィールド。皆さんもよかったらクシャトリラフィールド買った方がいいですよ、かっこいいんで。うーわやばい。天敵来たね。これね、これやばいね、これはね、これやばいね。これ皆さん、オーコワンクってモンスターご存知ですか。これね、攻撃力が1500以下のモンスターが召喚特殊召喚されると、なんか破壊するっていう効果なんですけど、皆さんご存知ですかね、あのユベルモンスターって攻撃力いくつかわかります？あのね、ゼロなんですよね。これね、これやばいです。やばいですこれ。ちょっと待って、ワフくん、ワフくん落ち着こう。ワフくん、ワフくん、ワフくん。消化してもいいでしょこれ。ワフくん、ワフくんやりすぎだよ。初日からメタルに行くのマジやめろや、マジで。本当に良くないぞ。性格悪いぞ。訴えるからな。